ドレス。今日はね、体を起こしたい時に使えるちょっとした確認、ちょっとした練習方法を紹介していきたいなと思います。もう単純なね、それが手をついて肘を曲げて胸をしっかり張るんだけど、胸をこうやってオープンしてる意識を強めにやった方がいいです。そしてそこから大げさにせーのってこういう風にやるということですね。まずね、胸の使い方がうまくできないよっていう人はこうやって胸を含む反る含む反る含むっていう確認をやってからやった方がいいかもしれない。で、分かるようになったら肘曲げた状態でこうやってやって、そこからせーのってやる感じで、これが慣れてきたらこうすくやいないや頑張るみたいな、こういう方法を取ればいいと思いますね。で、これ本当は肘ピンがいいんですよ。肘ピンしてる状態で胸使ってせーのってやった方がいいんだけど、これってめちゃくちゃ難しいの。もう素人を脱出して玄人の域に達した人が使える技術で、だいたいバク転できたばっかりとか初心者の人って手つくときにこうやってこの肘ピンの状態には習うわけですよ。肘が曲がった状態で手をついてるっていう風に想定しておくのがリアルなので、その本番に合わせるためにこうやって肘を曲げた状態で練習しようっていうことだね。でもちろんね、これつくやいないやっていうのが上手になったら、まあこうやってね、肘ピンでよいしょってやってもいいんだけど、最初から今の方法だとちょっと現実的じゃないから、最初に紹介した方法でやってみるといいんじゃないかなっていうこと。これを例えばバック転だったりとかロンドンアウトだったりとか、手をついて体を起こすっていう技をね、動きをする前に確認したりとか、ちょっとうまくいかないなっていう時に練習方法として活用してみれば、まあどこでもできるんでね、まあ役に立つんじゃないかなという、そういう話でございました。じゃあバイバイ。